なるべく真鍮線って言って自分の中心にクラッチを持ってきて脇をしっかり締めることです。それをすれば切られた人も多分切れなくなると思います。じゃあ逆にどうやってこのクラッチを切るのかっていうのをやってみましょうね。じゃあちょっと自信がある方、逆にクラッチに自信がある方、リベンジでどうぞ。いや、これ皆さんがやってるようにこうやって切ると多分切れないと思います。いいですか。はい。もう一回お願いします。もう一回いきますね。ポイントとして相手のこの輪っか、これリングだと思ってください。でこっちがジョイント部分ですね。なのに皆さん一生懸命ここを引っ張ってるんですよ。ここ一生懸命引っ張っても自分の力でもちょっと力入れてます。まあプロレスではこうやって切りますけど切れないですね。っていうことはこのジョイントがブチって切れない限りは腕は伸びないんですよ。まあ、腕が切れるってことなんですけど、でここを切るためにどうするかっていうと、さっき言ったように中心軸を捉える。それに対して、自分の、腕で例えば取りに来た場合、ちょっと力入れてください。腕で取ってもこんな感じです。なかなか動かないですね。それを、ですね、横腹に肘をつけて、ここでまず、これ何腕ですか？上腕をまず固定します。で相手のクラッチジョイント部分に腕を差し込んで自分の体と一体化させます。それでこの、上腕はもうなくなったので前腕プラス自分の背筋っていう図式が成り立ちますね。あとこのクラッチ、それをまっすぐ引くんじゃなくてこの腕を折るように、ここも関節技ですね。こっちに一回切ってで伸ばすと体全体でこの腕を取りに行くので切れます。悪い例としてはさっき言ったように両手で取りに行ったり、抱きかかえててもこっちを引っ張ってると何もならないんで、挟んで上腕を使わないようにして体で抱いてください。こうやって両肩をで顎を引いてください。顎を浮くと体力入んないんでちょっと力入れてください。力入んないんで切れないです。これをなるべく顎を引いて切る方向としてはまずお尻からどん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 背中を這い上がっていくようにしてください。ブリッジをやろうとすると頭をつけようとするとどうしても顎が浮いちゃうので力入んなくなります。これをなるべく順番にお尻から順番に舐めるようにしていって切るようにしてください。それちょっとやってみましょう。パートナー同じパートナーでやってください。おっす。